どうもこんにちは、さよだまです。お元気でしょうか。今回のね動画は初見でデュノバルドをね、討伐できるかにチャレンジしたいと思います。最近のね動画としては、初見でねどう戦えるかなんていうことにねチャレンジしていますけれども、まあ、今回どうなるんでしょうかね。チャレンジしていきたいと思います。この登場のシーンってやっぱりいいですよね。それぞれのね、初見だからこそ見れるムービーっていうんでしょうか。これいきなりびっくりするよ。デュノバルド後ろから来たら、大型モンスター同士のこう戦いってすごい迫力ですよね。あんな尻尾に切られたら焼き殺されるっていうか、両レイヤー逃げていった。そしてこっちが狙われるってね、そういうパターンなんですよね。はい、来ましたって言いたいと思います。で今回スキル装備については基本、ナルガクルガベリオロスで使ってました EX ジャナフヘルムアーマーとアームですね。そして、腰と、まあ、足についてはクロックグリーブとかねコイルというのを使っています。いやさすがにね攻撃が結構受けるんですよね。防御玉で5個くらい装備してるんですけどね、5個くらい装備して防御力も上げてはいるんですけども、まあやっぱり戦いにくい、初見ってやっぱりみんななんか苦手だなっていうところがありますよ。ジノフとパートナーのねお供の回復がすごいですね。もうすごいもう嬉しくてですね、あ逃げていったな。最初にしてはまあまあですか。どこ行っちゃったかな、ちょっと砂漠の方に来たかな。アジノバルド、この尻尾がね剣みたいになってるのかな。尻尾なかなか厄介ですよ。切れたりですけどね。部位破壊としてはどこですか。顔、尻尾足くらいですか。その辺をカチカチやっていきゃまだマシでしょうかね。回復してくれたら嬉しいですね。今回も2倍速で見ていますけれども、この戦いっぷりどうでしょうかね。なかなかやられますよ。はい、デュノバルドとはね、これからも戦うこともあるんでしょうけどね、今年はそんなに数としては少ないのかもしれませんね。まあ、一番苦手なタイプっていうのはね、ビリオースが一番、ね、苦手なのも早くてね。今回のデュノバルドについては尻尾のところをね、まあ、ちょっと避けながら、足が出しながら、避けながら、避けて、避けてしていくと、まだ、勝機はあるのかなと、いうことをね、思いますね。ああ、これは、この、なんですか、この爆弾、爆発する床みたいな、地面、これ、痛いですね。ちょっと痛い。これに乗ったら爆発するんですね。これはちょっと厄介だな。はい、どこ行った。ちょっと遠くに行きながらヒットアンドウェイをかましながらね行きたいと思います。ち
ょっとね、硬いところは、なるべくね避けたいんですけども、ああ、なんとか一定のダメージを与えることができましたか。ぶっ飛ばしなんかをね積極的にできればいいんでしょうけど、まだねちょっとコツが分からずぶっ飛ばしてね、そこで苦労しているところはあるのかもしれない。あ、ちょっと倒しましたよ。今のうちに擬人化してダメージを削っていきましょうか。気持ちいいですよねこれね気持ちいいぐらいね一つにしてるからね、怒り状態で、なかなかねぶっ飛ばしはできないということですけども、まあこうさっとね抜けれたらいいですけど、なかなかそうもいかずに、ちょっとハーハーしてましたね。よだれが垂れてきた。いけそうか、まあ、ここからね結構油断してしまうのでね、しっかりとね体勢整えて回復するものは回復していきたいと思いますね。このジャンプしてね尻尾を張ってくるっていうのがちょっと削られるんですね、これね。なんかお友がおったのか、これはとお友が仲間になりましたよ。あ、これはちょっと助かる。回復が2倍になりますもんね。よかった、まあよかった、これで初見でも倒せるでしょ倒せるでしょ。一回ねテントに戻ってちょっとね回復を整えていきたいと思います。やっぱりグレー回復薬グレードって頻繁に使いますねこれね。飛薬とかねいっぱい使えたらいいんでしょうけど、今のところ飛薬2個と西の飛薬は1個しか持てないので、まあ回復薬グレードで賄っているというとこの感じになります。まあもっとね弱点を攻めていけばいいんでしょうけども、なかなか初見としてはそうはいきませんよ。まあなんといってもこのモンハンワールドから始めたばっかりですからね、ハンター歴は100時間くらいでしょうか。100時間でもね、一つのゲームでこんだけよくやるなと自分でも感心しています。あと両レイヤーが来ましたよ。ちょっと縄張り争いしてくれないかな。あれ逃げてった、何なんだ、逃げてきましたよ。あ、帰ってきた。縄張り争いでちょっと削ってくれんかな。まあね1500とかね2000とか与えますからね、与えてくれるのでそりゃ助かりますよ。よし、次のステージだな。なんとか避けつつ削ってるような感じでしょうか。どうですか。まあちょっと、あ、逃げてったわ。よかったよかった。次のステージいきますよ。どこまで行くか。だいぶね、体力は削れてるんかなというふうに思いますよね、初見でやってる割にはよくやってるなと。ヘリオロスはもう10何回やりましたからね。ひょっとしたらディノバルドは戦いやすい相手なんかもしれませんね。もっとね、火力の高い雷剣とかハンマーとか、そういったもので戦っている人たちの戦い方とか違うとは思うんですけど、それはちょろちょろするのが好きなんでね、ちょろちょろと行かせてもらってますよ。熱質物の回復が来ました。おっと、体力の相違が
使用可能になりました。そのうちに今のうちにね、ダメージを与えていきたいと思います。やっと V 破壊来ました。よかった。どこは足かな、尻尾はまだ切ってないのかな。次尻尾切りたいですよね。どこ行った？あ、一回帰ります。まあ、ちょいちょいね、こうやってテントに帰ってきては回復薬を回復してたくさん持って、出かけるということになりますね。結構ね、回復薬グレード使うんですよ。一回の戦闘で20、30は使うんじゃないかな。こんな戦い方にね、しているので結構使っちゃうんですけど、もっとねぶっ飛ばしたりとかしたらいいのかもしれませんけど、なかなかね、できないもんですから、まあ、ちょろちょろと姑息な手を使いながら、まあ、生き延びている、そんな感じです。あ、なんとかハーハーやって、ハーハーまで来てるかも。もうちょいかな。もうちょっとで最後のエリアまで行くか。まあ、ここが結構しんどいところがありますよね。最後にでもね、すごいね、戦い方してくるのがね、大変だったね。もう一個前、キュウソ猫を噛むですよ、それこそね。うん、そういったもの、まあ、子供がね、2人今いるのですごいやりやすいんですよ。もう回復もすぐしてくれるし、これはちょっとラッキーでしたね。2つ出てくるってやっぱりね、全然違いますよね、この回復3つもしね。でも無駄に回復しちゃうっていうのもあるんですよね。この回復薬の近くでねやってるのがいささかちょっともったいないなという感じなんですけど、はい、移動ですね。よかったよかった。追っかけていきましょう。次どこやろうか。あ、ここか。ここたまにあのサボテンバーいますよね。サボテンダーおったらね、1000くらい与えるんですけど、ね、ちょっとこすってやったら、おっと、今のうちに削りますよ。でも早い、回復が早い。あの爆発もすごい厄介だなと思います ね、思いますよね。まあ、これが遠距離武器であればちょっとね違うのかもしれませんけど、遠距離武器でもあんな尻尾とか裂けながらやっぱやってるんですよね。何してんねんこれ。あ、この辺でぶちかましていけばねいいんじゃないかと思いますよね。こういう狭いところで、まあ、攻撃は食らいやすいんでしょうけども、ね、ぶっ飛ばせるね、随分とダメージも防げるんでしょうかな。しかも気持ちいいですよね、あれね、頭ね、こついてぶっ飛ばして、でさらに倒れるからそこでまたね V 破壊を徹底して繰り返すということですよね。長いですね。今何分？25分くらい、うん、25分か。どうでしょう、まあまあかかっていますかこれ。坂道を使ってね、結構いろんな技を出せるんですけど、おっとこれ、この必殺技ですよ、尻尾ね、ジャンプしてからの尻尾を振り、これはなかなか痛いですよ。あー、魚雷が大量に出ているそろそろ追い込めそうな、気配が走りました。魚雷が大量に垂れていましたので、ね、ちゃんとどれくらい体力が減っているのかがよくわかる、このモンハンのモンスターの体力の減り方。もうちょっとですね、これはちょっとね、力を入れていきたいと思います。油断せず。
やっていくと思いますね。あ、でもそういうところでやっぱり食らっちゃうんですよ。怒り状態の尻尾はなかなか強烈ですね。飛んでくるし回してくるし、いきますよ、ほら来たね。このテコの原理使ってるんでしょうね、あれね。すごい賢いな、モンスターの割にすごいですよ。そろそろアンカン来るのか、また来る、もうちょっと。わお、ライオンまで、うわっと、これはきつい。何、3分の1くらい減るんですね。まあ、体力のね、衣でなんとか逃げてった。体力の衣って着るとみんな逃げていくんですよね。そういうもんなんかな。これ着たら大概次のステージに移動になるんですよ。この地下ですね。ディアボロスが出てきそうな、そんなエリアですね。ディアボロスがおったわと言ってるそばからディアボロスがいました。お、ナーバルアス来た。どれくらいいくか。うわ、すげえ。うわ、すごい。打ち上げたね。1900とかいってなかったね。ありがたいなぁ。このマーバル合わせには。でもこっち向かっていくことですよ。よし、次のステージ行きました、早速。ナーバル合わせというも、随分ね、手ですよね。で、逃げている間に尻尾を掴んで、クラッチクローで引っかいて、ダメージちょっとずつ小突いていくといいところですね。まだか。長い。30分も戦ってるとやっぱり長い。これまだ逃げてる時にクラッチクローでついて、へばりついてダメージをちょっともらうというところですね。ほら、 OK、 もう一発切れんかな。ちょっとよし、ここでお休みか。お休みしないっすよ、もう最後でしょ。あく、わお、やる。最後ね、追い込んでいるだけに向こうも必死に抵抗してきますよ。ゴーは炎も入ってくるのですごいな。ここに来て炎を入ってくる。ジャンプからの尻尾追い、これなかなかね、敵ながらなかなか強烈な技ですよ、これ。もうちょっとなんやけど、もうちょっと倒せんねんけど、ここでちょっと競争薬でも使って体勢を整えていきたいと思います。まあもうちょっとなんですけどね、念には念をということで。双剣を使っているので、トロ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 、ここを切る。危ない。奇跡的に避けれた。よし、今がチャンスだ。今がチャンスだ。おし。もう歯入っとるよ。もうちょっとよ。もうちょっと。よしよし、来た来た。やった。やったわ。いや、やりました、よかった。いや、この倒した瞬間ってもう本当にね、嬉しいもんですよね。ね、あ、よかった。まあまあね、以上で、クリアしましたけども、いや、よかった、嬉しいな。初見でなんとかイノバルドを討伐することができました。まあこれは嬉しいですよ。
ジムバルドの装備もね一回見てみなきゃいけませんね。あとはもうその辺にあるアイテムをこっそりねいただきながらというところになります。いやーでもよかった本当。今回初見でねジムバルド、チャレンジということでありましたけども、まあ、なんとか倒すことができました。回復アイテムも相当使いましたけどね。いやよかった本当にホッとしました。はい、35分でした。36分くらいかかってますね。はい、まあ、今回はね、以上となります。どうもありがとうございました。またぜひね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。